むっちゃ鳥がいます。おはようございます。今日もいい天気です。今からドンムアン空港に行ってチェンマイに行こうと思います。新しいね鉄道が空港まで通ってるんで、まあ、その鉄道で行こうと思います。今日は時間に余裕があるんで電車でドームアンまで行ってみたいと思います。新しくできてからねまだ乗ってなかったんでちょっと乗ってみようと思います。ビザタッチで楽々通れます。麻生区から電車で空港までどれぐらいかかるか試してみようと思います。レッドラインの乗り換えの番数までは20分ぐらいで順調に到着しました。みんなスーツケース持った人こっち行ってるんでこっちだと思います。出口迷ってたら親切な人が教えてくれました。登ってくるとすごい開けた駅に出ました。むちゃくちゃ綺麗ですね。こっちは国鉄の駅みたいです。レッドライン乗る人はこっち側です。むっちゃ綺麗。あ、そっか、これも新しくできた伸ばした路線なのかな。窓の外もすごい近代的なビルが建ってます。乗り換えは徒歩10分ぐらいかかるみたいです。かなり広い駅なんで不安になります。同じ風景のところずっと歩いてる感じです。あれみたい、8番だっけ、駅のやつ。本当にここから抜け出せるのかな。レッドラインは SRT って言ってBTS とはまた違うみたいです。だからラビットカードどうなんだろう。あれ、これ多分レッドラインだけど引き返せってマークですかね。もしかして道間違えたかな。これレッドラインの絵ですけど引き返せっていう矢印が書いてます。駅にいる人に聞いたらやっぱり引き返すみたいです。ちょっと行き過ぎてました。こっちみたいです。だいぶ迷ってます。ここは改札みたいです。切符どこで買うんだろう。で、これでもここでいいんかな。聞いてみる。違うかな。サディカップ、Can I use? Can I use here? We had a different company. Where you going? Two person, Don Muan. 40. 40. Okay. 一緒に出していてじゃん。No, platform is number three. Number three. Thank you. Enter here, then this elevator go upstairs. Thank you. Thank you. このエレベーターで上に上がってって言ってました。電車いるけどどっちだ？3番？これ？
よかった、無事乗れました。すごい初めて乗ってちょっと嬉しいです。このダウンとイグジットの表示超分かりにくいです。とりあえず予定より結構早く駅にドムアンの駅に着きました。ドムアンの駅2階建てになってます。駅の空港と反対側はこんな感じの風景です。みんなこっち向かってるんでついていきます。なんか Google マップだとこっから徒歩30分になってて、本当に30分も歩くのかなって感じです。無事改札を出たんで空港まで本当に30分かかるか歩いてみたいと思います。今日ね気温は36度なんですけど、なんかそんな暑くなくて過ごしやすいです。すぐ着きそうな気がするんですけどどうですかね。そうそう、取り忘れてたけど今この時間です。この陸橋みたいなやつを渡っていきます。あのマップの通り結構ぐるっと回って陸橋がつながってます。このまま行くとすごい時間かかりそうなんだけど、でもそこら辺に降り口絶対あると思うんですよね。ドムアン着いたような気がします。こっちにね通路あるんだけど、どうだっけ、昔でもこの通路をヌーキーと歩いた記憶もある。一応矢印はこっちなんでこっちに行こうと思います。ここちょっと食堂があります。国内線ってこっちでいいの？インターナショナルって書いてたけど、案内板ありました。3階がドメスティックになってます。もうこの上が国内線みたいです。駅から多分10分ぐらいで到着しました。久しぶりのドムアン空港です。昔はね必ずエアアジアとか LCC ここだったんですけど、今はスワンナプームに変わって国内線じゃないとこっち来ないようになりました。ここが3階のデパーチャーフロアです。お土産ショップとかもありますね。エアアジアのセールカウンターがあります。空港でね切符買う人はここで買うんだと思います。なちゃんあれだ、 100g、 うん、オーバーだ、やばい。自分は 5.6 キロで余裕です。すごい綺麗な空港に変わってます。王様ゾーンがありました。すごい綺麗です。懐かしいドムアンです。
この茶色の窓の感じがドームアンって感じします。一風堂がある、こんなところにも。その隣ビアードパパですね。ビアードパパにタイミルクティー味がありました。これ珍しい。こちらは桜餅かなと、たい焼き、ピンクのたい焼き売ってます。無事ゲートくぐってこの時間です。結構ね余裕で着きました。これですね、マクドナルドやケンタッキー、それからバーガーキングがあります。こっちはコーヒーと、奥なんだろう、サブウェイですね。サブウェイすっごい並んでる。52番なんでこちらに向かいます。ここ飛行機の座席みたいになってます。これ子供大喜びじゃないですか。遊園地みたいにいろいろとオブジェがあります。ここにも飛行機があります。52番ゲート到着しました。今1時半ぐらいです。まだ出発まで1時間ちょっとあります。思いがけず早く到着できました。おいしい、うん、めっちゃミルクティーの味する。もう色もね、うん、ミルクティーの色だ。うん、タイミルクティーの味がします。おいしい。これね、日本でも売ってくんないかな。搭乗始まりました。久々にエアアジア乗ります。エアアジアやっぱり座席間隔むっちゃ狭いです。でも膝もパンパンやね。うん、メニューがむっちゃいっぱいあります。ソンクラン用のスマホ入れもあります。かわいいですね。 Pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with a... チェンマイ着きました。飛行機で寝落ちしてました。キティちゃん見るとホッとします。すごい傘のオブジェがいっぱいあります。多分ね、首長族の人かな。なんか後で観光の案内も来てます。空港デスクのところでタクシー予約しました。初チェンマイです。ここでタクシー待ちます。初めての街なんでワクワクします。
46俺らなんか誰も乗っとらんが、え、おいちゃんが今あ、あのおいちゃんがそうそうそう36番来ました。タクシー出発です。増産ツアー結構値段するね。そうだね、2200バーツとか1000バーツとか。なんか千正男みたいな曲がかかってます。チェンマイのソンクランもなんかバンコクと同じ日みたいです。ホテル到着しました。思ったよりね、立派なホテルでした。すごい大きいね。綺麗に建てる。綺麗。フロントは上のフロアみたいです。お店とかもね、結構ホテルの中にあって不自由しなさそうです。いや、むっちゃシャンデリアでかい。大きいシャンデリアがあります。こっちかな多分。これは仏様ですね。ソンクラン用でしょうね。あ、後ろハッピーソンクランって書いてます。すごい、めっちゃ綺麗。チェックインしたいと思います。ここのビュッフェの割引くれたんですけど、天津美味しそうです。プールとかサウナもあるホテルです。すごい古風でいい感じのホテルです。角部屋かな。おお、どこだろう。ホテルのお部屋レビューをしたいと思います。っていうかすごい綺麗。ここが洗面台ですね。で、トイレがあって、シャワーも一緒かな？あ、シャワー、ここにありました。おー、バスタブ付きだ。タオルもね、ありますね。じゃあ、ここは、クローゼットですかね。よいしょ。お、開けたらついた。金庫もあります。よいしょ。電気はどれだろう。この古いタイプのエアコンですね。ここの明かりがちょっと分かんないんですけど、おお、いいんじゃないですか。おお、チェンマイの風景が、あ、下プールだ。プールが見える。隣はね、インターコンチネンタルって書いてるけど、マリオットも隣って書いてたんですよ。ちょっと電気つけましょうか。ここら辺かな。よいしょ。
テレミが絶妙に曲がってますけど。おお。あ、冷蔵庫がある、やった。レッドプラネットはね、安いけど冷蔵庫がないんですよ。おおおお。いや、いいんじゃないでしょうか。こんな素敵なお部屋です。今日からこちらに3泊したいと思います。初チェンマイです。でね、僕ちょっと荷物を見せたいんですけど、タイに3週間ぐらい来る荷物がこれだけです。ノースフェイスのヒューズボックスのちょっと一回り小さいキッズサイズぐらいのリュックなんですけど、これに全部入れてきてます。だいぶね、荷物は削減して楽に回りたい派なんで。アメニティも揃ってます。これなんだろう、バスフォームって書いてます。こっちはシャンプー、あれですね、ボディーソープとシャンプーかな。バスタブあるとちょっと安心するよね。ね、お洗濯するのに便利。うん、おー、すごいね、立派、立派だね、広い。そう、やや古いけどしっかりホテルって感じのホテルでね、全部あるよ、うん、そう、あ、冷蔵庫もあったし、プール丸見え。そう、プール見えるんよそれはなんか虎の口から水がめっちゃ出てる。こっち側もプールなんだ、この字型になってるんだ。へー、すごー。へー、こっちも開くよ、全部。プールしか見えんけどね、下。こっちは、あ、こっちもプールだ。そうなんよ。すごいね、この角辺はプール丸見えだね。うん。でもだいぶ大気やっぱ曇ってるね、PM2.5 がひどいって聞いてたけど。なんか霧がかってるみたいだよね。うん。はぁ、感じです。とってこっち側がマリオットでした。ミネラルウォーターもついてました。タイね、暑いんでこういうのがちょっと嬉しいです。金庫開かなくなっちゃいました。まだ中に何も入れてないんでいいんですけど、暗証番号は分かるんですよ、自分が入れたから。でもそれを入れても開かないんですよ。うん、どうしよう。なんか取説とかない？ここに。でもこれは金庫の使い方ではないね。違うよ。うん、どうしたらいいんだろう。やらかしてしまいました。金庫は開かなくなって、今からホテルの人が開けに来てくれます。金庫は開けてもらいました。で、使い方もレクチャーしてもらったんで、オレンジチップお渡ししました。でもね、これね、使い方書いてないからわからないんですよ。この A と B の意味もよくわかんないから、なんかね、難しかったです。チェンマイの夕焼けです。ちょっとね、スモークかかってるけど、それはそれですごい綺麗です。4階に降りてきました。こちらにフィットネスセンターもあります。こっちプールバーですね。で、こっちが泳ぐゾーンみたいです。プール来ました。結構ね、人増えましたね。こんな感じです。ちょっとね、泳ごうと思います。今太陽陰ってきちゃったんですけど、雲に挟まれて、プールから見る雲すっごい、じゃあプールから見る太陽むっちゃ綺麗でした。
やっぱプールあるといいですね。こうね、iPhone じゃ見えないんですけど、すごい肉眼だとめっちゃ綺麗に太陽見えるんですよ。奥にはマリオットで、ここもライオンから勢いよく水が出てます。空もめっちゃ綺麗です。今日はこの後ナイトマーケットに行こうと思います。このホテルの近くにね、ナイトマーケット3つあるんですよ。だからそのうちのどれかに行ってみようと思います。多分ね、この通りにいろいろお店が出るんだと思うんです。プールは8時から9時までです。ちょっとね、ジムの中見てみます。結構本格的。すごい。このプールを見ながらトレーニングできます。こっちがバーになってます。サウナは別のとこかな。このあれシャワーだもんね。多分。僕はエアロビクスコーナーがあります。でこっちがスパですね。ちょっと休憩して、ナイトマーケット行こうと思います。これからチェンマイナイトバザールに行こうと思います。初チェンマイの街です。マリオットのところに、あ、マリオットのところにあるんだよね、チェンマイナイトバザールは。うん、マリオットの真裏にある。この続きはまた次回の動画で。ご視聴ありがとうございました。